源氏六63種の歌は、源氏物語の巻名を順に読み込んでいった62種から、なる歌集である。独立した文献として、または、源氏物語の注釈書、公害書、源氏物語固形図などの一部として、源氏物語の巻名を列挙した、源氏物語巻名目録、源氏物語目録や、源氏目録と呼ばれる文献は数多く存在している。 またこれらの巻名の並びを歌の中に読み込んで歌集の形にした源氏物語巻名家と呼ばれるものも数多く存在する。本歌集もそのような源氏物語の巻名を歌に読み込んだ歌集の一つである。本歌集では単回一種ごとに一巻ずつ巻名を歌に読み込む形をとっており巻名家としては最もよく見られるタイプのものであるが、 読み込まれている巻名に他の類似の文献には見られないような独自の特色をいくつも持っていることで知られている。本書そのものは平安時代末期から鎌倉時代までの間に成立したと見られるが、縦横和歌と題した漢文年間から元読年間の間に書写されたと見られる本に含まれている一写本しか現存しない。この写本は 書き誤りや脱落と見られるものが非常に多い、写本である。本書は、もともとは、旧島原藩主松平家の初代藩主、松平忠房が設けた、なお社、源の忠房文庫をもとに、歴代藩主が収集、所蔵していた、非前島原松平文庫に含まれていた。同文庫は、明治時代に入り廃藩地県の後も、松平家の管理事務所に保管された後、一部に、 流出したものもあったものの、多くは未整理のまま残されていた。1948年以後は、島原公民館と書部が管理するようになり、1964年4月10日に、島原城天守閣の復元を記念して、松平家から島原市に正式に寄贈された。その際、九州大学の研究者らによって詳細な調査が行われ、それによって、本文庫に、 本書や、光る源氏物語本字のような、他に類を見ない、様々な文書の含まれていることが明らかになり、本文書についても、今井玄栄によって紹介され広く知られることになった。現在、本書は、島原市立島原図書館が、以前島原松平文庫の中の一冊として、所蔵しており、島原市指定文化財に指定されている。本歌集は含まれている。 歌の数が63種であり、このことは本歌集が前提としている、源氏物語の関数が63条からなることを意味していると考えられるが、源氏物語に含まれる巻の数を63であるとするのは、あらゆる源氏物語の写本、注釈書、公害書、巻名目録等の中でも、特に多いものの一つ、かつ他に例を見ない組み合わせである。 脱落や書き誤りと考えられる部分を除くと、本歌集の各歌の一音目は、名も阿弥陀仏で始まり、その後、阿弥陀仏を十回繰り返し、阿弥陀仏で終わる構造を持っていると見られる。この中で、原存の写本では、第55締目になる、夢浮橋の歌が、他で始まり、続く、第56締目の、寒むしろ歌が、仏で始まるため、ここに一種、 ふで始まる歌が脱落していると考えられる。もともとは、兄弟の通り63種含まれていたが、何らかの理由で、第56種目であった、この部分の一種が欠落してしまったため、現存の写本には62種しか残っていないと考えられている。本歌集での第1種目から第55種目までにおける、巻名の並べ方は、基本的には現存の54条からなる。 源氏物語と同じであるが、ため、夢浮き橋が、第55条目になっている。またこの他に、といった特徴を持っている。本歌集の独自性とその価値は何よりも、その56締め以降に、源氏物語の失われた巻名として伝えられている、様々な巻名を読み込んでいることであり、源氏物語の関数を63巻と伝えている、ところにある。 源氏物語の関数は、1020年頃のことを1060年頃になって記したとされる、サラ日記の54巻に始まり、現在と同じ54巻とする文献が最も多く、現在一般的に流布している青表紙本や河内本についても、その成立時から54巻という関数であったと考えられている。また、近代以前には、 仏典の天台60巻になぞらえて60巻とするものが多く、60を超える関数を上げる文献は実務ではないものの非常に珍しく、本書のような63巻というのは他に例を見ないものである。前述の通り、ここに一首を一文字目に持つ歌の欠落があると見られる。ありがとうございます。